こんにちは田中雅です私ですね、フリーランスで構成作家、リサーチャー、ライター、翻訳家などをやらせていただいているんですけれども、このチャンネルでは私が普段目にしたニュースであるとか、私が普段生活していて思ったことをどしどし共有していくっていう趣旨でやらせていただいているんですけれども、本日はまずちょっとあの1点 <laughs> 謝罪させてください。今日あげる予定だったあのビジネス書を読んでも、 うまくいかない理由っていう動画を今日の2時半に公開する予定だったんですけれどもあ今日これ撮ってるの11月8日なんですけれども、えー、それがですねあの僕の設定ミスでもう11月6日に公開されちゃってたというような形になっちゃっててで埋もれちゃっててそのせいか全然再生回数が回ってないんで個人的にはあのなかなかその え、死に迫ったことを言ってるんじゃないかなと思ってるので、あの概要欄に貼っときますので、もしよければその今日、11月8日に上げる予定だった動画をご覧になっていただければと思っております。え、で、まず最初にそれを伝えさせていただきまして、本日のトピックは、まあ、ちょっとそれに関連するような話でもあるんですけれども、あの、まあ、売れ方 えフリーランスなんですけれども、私、あのフリーランスにとっての、えー、売れ方のデザインって、えー、どのように作っていけばいいかっていうことを、あの私の、えー、経験から語らせていただきたいなと、えー、思っています、えー。私ですね、かれこれ、あのー、 大学院を卒業して大学院もせっかくには途中からフリーランスとして構成作家であるとかリサーチャーであるとかって仕事をさせていただいてもう1415年目になるんですけれどもこれまでの間一度も会社員として働いたことはなくもうずっとその毎月給料がいつなるか給料と言えないんですけども報酬がいくらになるかわからない状態っていうのを14年15年ずっと続けてきてはいます。おかげさまでで、まあ 困ったことはあるんですけれども金銭的に、えー、まあそんなにではないですねそんなめちゃめちゃ貧乏したってわけではないんですけれどもまあおかげさまでなんとなくのらりくらりとやってきまして、えー、それで今に至ってるんですけれどもこののらりくらりっていうのが、えー、今回のちょっとキーワードで。 あのまあ、構成作家さんとか、ね、芸人さんとかでも、えー、いいんですけれども、まあ、俳優さんとかどんなフリーランスでもいいんですけれども特に私が所属している芸能分野エンターテインメント分野あの収入がすごい、えー、上下が激しかったりするんですよね実際問題として、まあ、作家もそうですし、えー、出役なんかもっとそうなんであのえー 女優さん、俳優さん、えー、お笑い芸人さん、えー、なかなか、などなど、えー、いろいろいらっしゃるんですけれども、まあ、ディレクター、売れ方で言えばディレクターさんであるとかも、えー、フリーランスの方が最近は多いんで、まあ、本当に我々フリーランスっていうのは、特にテレビ業界とか、ね、エンタメ業界に所属している人たちはめちゃくちゃその、収入が上下するんですけれども、なぜ私がそれで14、15年間やってこれてるかっていうと、あの、まあ、僕、これ結構その、 この業界に入った時にいろいろ言われたことではあるんですけれども先,先輩方からなんかめちゃめちゃお金稼ぎたくないみたいな言われたんですよでこの業界入ったらうん千万稼いでるやついるからとか構成作家なら1億超えてる人もまあ本当にいるんで1億2億とか今僕今はちょっとテレビが不況なんで、えー、今そんなにいないんですけれども昔は本当ゴロゴロいたんですよね本当に億単位で稼いでいらっしゃる作家さん でまあ、まあちょっと、えー、知ってるぐらいのお僕とつながり合ぐらいの作家さんでも数千万稼いでたりとかっていうのは、えー、当時はいたんで本当にあに一獲千金が狙える、えー、職業だよはあるんですよあの作家さんであるとか、えー、特にその、えー、俳優さんであるとか、えー、芸人さんであるとかただ僕はそのそれってちょっと危険だなって思ってるんですよね なぜ危険かっていうと確かにその、えー、すごいめちゃくちゃ売れる可能性はあるんですけれどもその分、あのー、すぐに落っこっていってしまうっていうような、えー、可能性も大きくなるんですよ。やっぱりそのリスクを取るごとあの収入が爆上がりする代わりに、えー、旬が過ぎてしまうとすぐに落ちていってしまうっていうのは、ね、どの業界でもありえることなんで、えー、この業界にテレビ業界に限らず。 なんで僕はちょっとそれは僕自身はそういう方向にしたくないなと思ったんですねで僕はまあ今先ほどのらりくらりって言ったんですけれどもえまあ僕の場合だとまあこういう設計をしていたんですね最初からあのめちゃくちゃ売れることはないけれどもえめちゃくちゃ困ることもないというようなある意味その サラリーマン的なスタイルで、あのー、お仕事ってできないかなっていうふうに思ったんですよ。っていうふうに思って、あのーまあ、実際に僕今それをやってるんですね。ということはそれができたっていうことなんですけれどもむしろ僕はそのなんか長続きするっていうことを念頭に入れててもちろんそのめちゃくちゃ一攫千金をして、えー、っていうような。 ことを思ったこともあるんですけれども、なんかそれってやってみたところ、僕のスタイルに合わないというか、僕のメンタル的な部分と合わないなって思ったんで、なんで僕はその、どちらかっていうと仕事を選ぶ際も、あの、すぐに終わるような、えー、まあ、収入、報酬が高い代わりに、すぐ終わるような、終わりそうな、え、感じの仕事よりかは、案件よりかは、 まあちょっと収入的には、報酬的にはそんなに多くないかもしれないけれども、すごい安定しているっていうようなえ案件っていうのを選ぶようには、もし選ぶ機会があるならそっちの方を選ぶようにしてきていて、その結果その、なんか月々の報酬っていうのも、僕あのフリーランス先ほど不安定って言っちゃったじゃないですか。実は不安定じゃないんですよね、僕の場合は。まあ不安、まあ会社員と比べたら不安定は不安定なんですけれども、ただその、 なるべくレギュラー案件をいくつか持ってこのレギュラー案件ってあの大体その報酬がいくらになるかっていうのは事前に分かるんで、えー月,えー、月何本放送するから、えー、今,今月はいくらとか、えー、今月は何本作った資料とか、えー、台本とか作ったから、えー、いくらとか、えー、大体1本いくらっていうパターンと あの、放送回数に関わらず、月でいく、月でうんまんっていうパターンと、あと放送された回に限って、報酬を支払いしますっていうようなパターンとあって、サリーパターンぐらいあって、僕はその、どのパターンでもなるべくその、レギュラー案件、長く続きそうなレギュラー案件っていうのを選んでるんで、僕のその、 関わらせていただいている番組っておかげさまでその結構皆さんの中で知名度が高かったりとかあそれ知ってるっていうのはあ見たことあるっていうような、えー、番組が多,多いと思うんですよでまあ僕は全然名前とか出てないんですけれどもそのあたりに関しては、えー、ただあのそういった案件から、えー、おかげさまで、えー、仕事をいただくようになって僕も意識してそれをまあ無意識無意識したのかどうか分かんないですけど無意識的にそういったの案件を選ぶようにしてたんで でただ、そういった案件って、あの報酬が安定してるんですけれども、あのまあ、長く続いている分、えー、スタッフさんとかももう中が固まって、中ができちゃっててでその、なかなかその新陳代謝っていうのは、えー、悪く言えば良、えー、くはないんですね。でそれはまあ報酬とかにも反映されてて、まあ いきなりバーンと上がるようなこともないですし、その代わりずっと安定して雇用として続いていくと。僕自身はそっちの方が、えー、好みで合ってるなと思って勧めさせていただいています。もちろん、その、今流行りの YouTuber さんの仕事に関わったりとか、えー、まあ、すごい人気が上がってきたエンタメコンテンツであるとか、例えば Netflix とか ABIMATV とか今いろいろめちゃくちゃ。 いろんな、えー、コンテンツやってると思うんですけれども、えー、そういった番組に携わらせていただいたら、もしかしたらもっといい収入が得られるのかもしれないんですけれども、ただそれって、あのまあ、まだ発展途上なのはあるんで、あの長期で続く、まあ、ネットコンテンツなんて、えー、特にそうで、長期で続くコンテンツってなかなか、えー、見当たらないなっていうところがあって、ですぐにすごい人が入れ替わったりとか、 えー、企画が変わったりとかもするんで、たく、莫大な収入は得れるのかもしれないですけれども、ちょっと、えー、早め、早く終わりやすいなっていうのがあって、それって結構、僕的には不安定につながってしまうんで、あまりそういったのは、まあ、えー、話が来たらもちろん受けますけれども、えー、今のところ僕のスタイルではないかなっていう部分があるんで、 もちろん興味はあるんで、そういうお仕事いただけるんであれば、ぜひやってみたいと思ってますので、関係者の皆さんよろしくお願いします。えー、っていうのは置いておいて、まあそういった形でその、どちらかというと、えー、売れすぎはしないけれども、えー、全く売れなくはないっていうような、もう本当に先ほど例えたサラリーマンみたいな近い形でやらせていただいてるっていうのが、えー、僕のやり方です、えー。で、これってすごい、 え精神的にも安定するし収入的にも安定するし何よりそのすごく長く続くんですよね。以前の動画でそのえタレントにキャラ付けするのをやめたらいいんじゃないですかって僕は提案したと思うんですけれどもそれと似てるところがあって変にその色をつけちゃうとあのその色でしかえ呼ばれなくなってしまうしあのもしその,えその色にも旬があるから いやもう30過ぎて40過ぎておバカキャラですなんかそんなことは言ってる場合ではなくなってくると思うんで、えー、タレントさんに例えてしまえばあのそれだとやっぱりそうなった時にあの仕事がどんどんなくなっていくみたいな感じになってしまうからむしろそういう風にならないようにあのまあバーンってすぐブレイクとかはしないかもしれないけれどもまあ知る人と知るあこういう人いるよねっていうような存在で 地味に地味にずっと細く長く続けていくっていうのが、えー、結局は安定している、えー、やり方なんじゃないかなって僕自身は思っていてもちろんそうじゃない人があってもいいと思いますし僕自身よくその先輩作からなんでそんな何、えー、て言うかその、えー すごいいいい売売れれたたとかめちゃくちゃゃくって感じがしない君は感じそういう感じがしないねって言われたことは何とかあるんですけど僕自身はやっぱりそのいや売れすぎると危険が待ってるなっていう部分もあってやっぱりやっぱりあとやっぱりその何というかえサラリーマンっぽい収入とサラリーマンっぽいレギュラーで働くっていうようなレギュラー案件をこなして働くっていうのが僕には合ってるからあのまあそのように回答させていただいたってこともえあったりはしますね。 なんでそのフリーランスも、その一概にその不安定かっていうと、先ほど僕不安定って言いましたけど、そうではないんですよね。やっぱりその安定した働き方って目指そうと思えばできますし、長続きする働き方っても目指そうと思えばできますし、なるべくそのフリーランスになりたいってこれから思う方、独立、開業されたいと思う方、なんかそう、いきなりその、めちゃくちゃ売れたいとか、威嚇千金したいとかって思うと、やっぱ茨の道だし、あの危険が満ち満ちてるんで、 もしかしたらその、まあ、僕のようなっていうのが僕がふさわしい例か分かりませんがあの一定の売れ方で一定の売れ方で一定の仕事のスタイルで一定の稼ぎ方でっていうのを目指してやっていくっていうのも一つの戦略としてありなんじゃないかなと私は思っております。えー バーっと説明したけれども、えー、どうだったでしょうか今回ちょっとその動画の、えー、アップロードミスがあったんで <laughs>、ちょっと焦ってる部分はありましたかもしれませんが、えー、お役に立てれば幸いです。えー、この動画をご視聴いただきましてありがとうございました。もしこの動画が良いと思った方は高評価ならびにチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは。